お疲れ様です。お疲れ様です。これ全然いけないやつだね。いけないです。今日はどこ行くんですか？今日？はい、今日はこの前の山ちゃんああ、雨漏りの現場に何しに行くんですか？実際工事入っていただく職人さんが、はい、やっぱ写真や動画じゃ細かいとこ分かんないんで、現場調査したいっていうのがあったんで、はい、あ、職人さんと職人さんと一緒に現地見て、プラス、まあ、水かけ、はい、水かけってなんですか？水かけ、水をかけるどういうことですか？えホース使って普通に、まあ、長めの雨漏れしてそうなところにぶっかけるってことですか？そうああ、まあ、それで原因探っていくみたいな感じなんですか？そう、雨の日に雨漏れしてたらどっからも出てるか分かんないけど、はい、晴れた日にピンポイントで水かけたら、はい、あ、こっから漏れてるんかって分かるから、はい、分かんない時もいっぱいあるけど毎回毎回やってるんですか？あ、結構やってますね。毎回じゃないかもだけど、本当現場による、はい、あ、そうなんですか？もう全体塗装する屋上の防水もやる、シーリングもやるっていう前提だったら、はい、あえて水かき検査しない時もあるし、あ、もう全部変えるから、その一回全部やったら、まあやっぱ絶対止まるはずだから、はい、でも部分的に雨漏りしてるから乗せてくださいみたいなところは、うん、水かけたりします。あ、そういうことですか？もうあとはもう本当に建物がすごい古くてとか、はい、怪しいところがいっぱいあるときは、はい、工事から入るときもありますけど、はい、こうだから水かき検査しますっていう決まりはないですけど、絶対じゃないかも。でも結構やってます。あ、そうなんですか？昨日もやってた。あ、昨日やってたんですか？今雨漏りシーズン、トップシーズン。まあそうですね。梅雨で分かって台風に向けてみたいなんですか？そう、そう、そう、そのね、ね、多いんだよ。雨漏りの問い合わせ多い、まあ、そのお客さんがお問い合わせいただくってことは本当にありがたいことですけど、はい、原因が難しいんですよね、見つけるのが。あ、そうなんですか？で、やっぱ我々は塗装の専門店であって、はい、やっぱ雨漏れをためる工事をするんですけど、はい、雨漏れを見つけるプロではないんだよね。あ、はいはいはい、なるほどなるほど。その雨漏りを専門にやってる業者さんもいるぐらいで。あ、そんな業者もいるんですか？へえー、で知らなかった。でもやっぱシーリングや防水工事で雨漏れを止める工事だから、はい、その雨漏れを見つけるっていう作業も我々やったりするんですけど、はい、結構難しいんですよね、見つけるのが。ああ、で、そう、水かき検査したり、はい、本当に結構何回も出向いたりしてやったりするんですけど、はい、へえ、その水かけを今からしに行くんですね。そうそう、水かけをしに行きますね。分かるといいんですけどね。見つかるといいですね。分かりました。じゃあ行きましょう。行きますか。はい、じゃあワープお願いします。ワープ。これってサンダーとかでカットできたりしますかね？あ、これ塩味デッキ。あ、そう、乗ってるんですよね。蓋はもうカットしてバーンって割ってもう抜くか。水溜まるの良くないですもんね、どっちみち。めっちゃ溜まってたもんな。うわー、あれだな、あら、これね、そうですよね。じゃあシールも、まあ、撤去して、この辺も撤去して、でまあウレタン打つ前にちょっとシール打っときたいです。だから過去にこの手すりのなんか穴ぼこ開いて、そこから水入ってって言ったことあるんですけど、この鉄柵も怪しいなって私的には思うんですよね。その入ってすぐ、はい、ところはもう湿ってるので、うん、なんか一番ここが腐食してますよね、入ってすぐのところ。あ、そうそうそう、ここで、ここがモルタルだからやっぱ本当角なんですよね。そうです。それ今ダンプルが引いてるもの全部そっちに動いてるかは分かんないですけど、あ、でも今このめくれてるところ触れてないもんで、うん、今のところ。そうですよね。上はでもそこの真上の木の板は濡れてる感じないんで、なんで この石膏ボード使ってるのかな。なんだろう、真上の木はなんか濡れてるって感じじゃないんですよね。
こっちは多分濡れとるですね、奥が。あ、奥、あ、もっと奥が濡れる。多分濡れとるし。あ、あんまりそんな。あ、じゃああっちから来てるんだ。ってことは、ここだけ増築したんですよね。走る。走るですよね、ちょうどここで。あ、壁が違います。壁が違うんで、ここから染みてきとるかもしれないけど。あ、壁が、あ、壁から濡れてるって感じですか。いや、ちょうどすごい近辺なんですよ。あ、ちょっと見えんね、こっちからだと。ちっか。むずいな。3個目か2個目の軽量の奥、ちょっと色が変わってるもん。3個目、2個目の軽量の奥。あー、はい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 。あ、ほんとだ、もうなんかコンクリート削ってるみたいな。多分増築した時多分全部こっちだけ。はいはいはい。走っちゃってそこから広げてるみたいな。ほーん、ラインぐらいコンクリート削ったみたいな。そこ伝ってきてる説。で、どっちかというとこっちの壁際を触るっていう感じですね。こっちじゃないね。こっちの規模ですよね。うん、だね、上からポタポタ。なんちょっとなんか分かった。あ、そうなんですか。こちら普通の元々の壁と増築した屋根じゃないですけど、うん、天井の隙間か、うん、コンクリートを浸透してくるとか、うん、それに出す、うんうん、それを踏まえた上で水かけてみます。水かけてみます。多分結構多分直接当てれば多分出る、うん、ちょっとかけて。すいません。よし。これで怪しいとこに水ぶっかけるみたいな。すごい。結局この壁沿いってことですよね。だなと思います。あ、じゃあ下行きます。あ、はい、水流しますね、はいはい、よいしょ。出ます。はい、あ、じゃあ下行きます。よいしょ。入れますこれ。うん、 ありがとう。から垂れるんだろうな。それで垂れてくるところが分かるみたいな感じ。そうそう、原因のところにかけれれば出ると思うんですけど、めっちゃいい感じに取れるアングル発見した。あ、垂れてきてる。垂れてます。めっちゃ垂れてる。マジですか。しかも真下ちょうどプラスターボードに跡ついてるとこなんで、もう一回当ててもらっていいですか。漏れちゃうか。おー、めっちゃ出るわ。ピンポイントだ。オッケーで、オッケーオッケーオッケー。うわー、ありがとうございます。神だね。すごい。あ、クラックです。おー。これ特定できたんですか、もう。はい、うん。完璧。あ、切れます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。あ、これですか。かけたら、すごいじゃん。あ、この場所が、ここってことですか。そうそう、ちょうど。繋ぎ目の。そう、本当に増築したの。あ、こことかさ、あとついてるよね。あ、ついてた。今見たかもしれない。ちょっとあ、ちびっとあのようだこれ。ちょっと上行ってみますかね。どこでした。あ、すみません。どこ、壁のクラック。これあ、そこ行きましょうか。今水かけたら、この今上のちょうど上にあるクラックから、これ、クラック、これ、でも本当にかけた瞬間、こうボタボタボタってしてきた。多分どうしても身長をかけた時につけても足りてないもんね、当然高さが。ああ、立ち上がりが甘い。このクラックなんだって今、これやっぱ。水かけんとわからなかったかけた甲斐があった。あ、かけたのがちょうどこのクラックとそっちの穴、はい、だけだった。最初出なかったんですよ。最初はそっちだったんで、結構このクラックに変えて
いや、よくこのトラックを見つけますよね。ああ、そっか、それを踏まえた上で、壁際でクラック見つけて、ああ、これね。あそこ、でも本当、さっき三谷くんの携帯で撮ったけど、ボタボタって落ちてきたんですよ。あ、余計ね。ありがとうございました。ありがとうございます。かけて分かってよかったです。ただ、その青森が一箇所だけなのかっていうのもあるんですよね。もう一回下でも見てみますけど、一箇所の青森を特定できました。でも、複数あるかもしれないんで。あそこだけですよね。多分、今浸透しているのはあそこだけだと思う。そうですね。またちょっと見積もりの金額変動あれば、はるかどうかまた連絡します。ありがとうございます。すいません、何度もすいません。本当にありがとうございます。すいません、またご連絡します。失礼いたします。すいません。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。原因分かったんですか？なんか原因は、はい、屋根に出入りしてる小窓の下に壁があって、はい、あ、はいはいはい、なんて言えばね、あ、これが壁で、はい、こっから社長が出入る人になって、はいはいはい、で、こうやって L 字の壁じゃないですか、はいはい、ここ出入り口、はい、で、屋根が、はい、こうやってあってこれ茶色のとこですね。笑ってますよね。そう、まあ、こういう風に屋根があって、はいはい、で、ここここそういう、そんなとこからなんですか？で、ね、屋根がこうドーンってついとった、ドーンってついとって、はい、壁があって、はい、この屋根から壁の立ち上がりのちょっと上ぐらい、はい、へ、厳密に言うと防水が若干これぐらいは立ち上がってたんですけど、はい、その上からもうずっとモルタルで、はい、で、この防水のちょっと上ぐらいの切れ目ぐらいのところに横にクラックっていって、はい、ひび割れがあって、はい、でも本当ヘアクラックみたいな、髪の毛みたいな細いクラックをヘアクラックって言うんですけど、はい、割と細めのクラックなんですけど、そこにピンポイントが当たった瞬間、バタバタバタって出てきて、ああ、それはさっきの。そう。で、その落ちた水の後も、はい、プラスターボードがもう何回も水が落ちてて、黒ずんでるんですよね、はい。ちょうどそこに落ちとった水なんで、はい、もうこの、まあ、横にピシーって入っとるんで、クラックが。はいはいはい。そこを、すげえ。塞げば、もうランクになるねっていう話。なんかいろいろ言ってましたもんね、あの壁かなとか。正直、前回は、こっちのこう屋根があって、そう、こう板金が立ち上がってて、はいはい、で過去もこの板金とモルタルの間シーリング打ったりして、はい、もうそれで止まったこともあるらしくて、はい、確かに振り返ると多分あっちこっちから持っとるんですよね。ああ、そういうことですか。でも最近のアマモレはどっちかというとこっち、ね、こっちの方で持ってて、はいはい、で、まあ、下で点検口を覗きながら上で職人さんに水当ててもらったら、はい、そのヘアクラックのとこから、はい、もう当てられるのがボトボトって出た。あ、なるほど。そう、他にも屋根のこの端っこの方とか、はい、なんか怪しいところ、はい、スミッチョってなんか怪しいんですよ、はいはい、そこを当てたりしても出んかったんですよね。まあ、シーリングってあるんで、はい、過去の人がやってて、でも、まあ、ヘアクラックでピンポイント出たんで、まあ、そこを、はい、まあ、ある程度めくって、はい、下地カチオンとか固めて、はい、ウレタン防水ちょっと広めに立ち上げて塗る、はい。へえ、すげえ。まあ、U字カットとかするか、まあ、ちょっと現場で職人さんと要素を出しますけど、はい、防水かシーリングかで、はい、まあ、二重でやることもあるかもだけど、はい、まあ、そこを塞ぐ。なるほど。そう、まあ、でもやってよかったですね。やってよかったですね。まあ、前回の動画にコメントで水かけさすれば一発じゃんって、はい、そうなんですよね。でも、まあ、本当にケースバイケース、はい、一通り触るなら、まあ、止まる場合もあるし、まあ、水掛け検査して症状が出ない場合もあるし、はい、難しいんですけど、でも水掛け検査してボタボタってピンポイントで出ると、まあ、ちょっと感動しますよね、はい、感動します。ここ感動してますね。ね、感動しとったよね。まあ、よかった、合理的な工事ができますね。はい、よかったです、ね、よかったです。まあ、職人さんも協力してくれて、はい、もうやってもらえたので、はい、ありがとうございました。また見てね。
Yeah.